はい、こんにちは、クレッチョチャンネルです。本日もカミカミ解説でお送りしますが、最後までご視聴よろしくお願いします。詳しい解説が気になる方はお手数ですが、音量を少し上げてお楽しみください。それでは、参りましょう。はい、ただいまプレゼント企画実施中です。こちらのサムネから動画をご視聴ください。詳細がありますので。はい、というわけで本日はぬいぐるみをゲットしたいなら真ん中を狙うなというタイトルでお送りしていきます。はい、で本日狙うのはこちらのお猿のジョージですね。カゴを持ったお猿のジョージを狙っていこうかと思います。はい、というわけで、本日は真ん中を狙うなですね。というわけで真ん中を狙わずにできればゲットしていこうかなと思います。でこのジョージの攻略法はこのカゴですね。カゴと手と縫われていたりするんで、その辺をうまく利用しながらゲットできたらなと思います。はい、というわけでちょっと一旦撤退しました。というわけで、右アームを左側の脇ですね。まずはぶっ刺していこうかと思います。これも完全に真ん中じゃないですね。もう端っこの方を狙って。お、まさかの起きた。来ました。残念。まさかの一撃ゲットになりそうだったんですが、残念ですね。というわけで今度は下半身を引っ張っていきます。これも景品のお尻側ですね。真ん中では開きませんね。お尻側を掴んでおります。さあどうでしょうか。お、いい感じにうまいこと透かし寄せでシールドに寄せることができましたね。というわけで右アームを今度はボディとカゴの間になんか適当にぶっ刺していきましょうか。ちょっとここ縫い目がどこにあるのかわからないので、とりあえず真ん中辺にぶっ刺してみたのですが、さあどうでしょうか。ちょっと右アームが貫通することなかったのでちょっと厳しかったですね。というわけでなんとなく場所がわかったのでもう一度狙っていきましょうか。もう一度今度は右アームを緩めですね、強引に刺していきました。これはおそらく抜けているとは思うのですが、さあどうでしょうか。はい、無事にゲットです。リプレイで見ていきましょう。はい、これも皆さん真ん中じゃないですね。ほぼほぼアーム本体はお尻ですねを狙っております。そして右アームがしっかり突っ伏しだったのでここから引き上げですね。行く際にボディとこのカゴが縫われてるんですが、そこにアームが引っかかり重心のお尻がシールドに入ってきたのでそのままくるんとゲットできるですね。はい、というわけでお猿のジョージ600円、これは簡単でしたね。というわけで600円でゲットです。はい、続いてこちら2種なので今度は水色を狙っていこうかと思います。で先ほどの攻略法と全く同じですね。まずは右アームで脇を狙ったのですが、残念ながらこれ奥アームがシールドに刺さってしまい失敗です。はい、というわけで今度は右アームで寄せていきましょうか。首を寄せを狙っていきます。ちょっと初期位置から脇に刺すのが少しちょっと難しいんですね、角度的に。なので一旦動かす意味も込めてとりあえず頭を狙っていこうかと思います。さあどうでしょうか。おっと、まさか座ってきましたね。ああ、これを本来であればボディアタックで左に倒したいのですが、まあこれを押したとて右にしか倒れないので、ちょっと困りましたね。頭を掴んで左に倒しようと思いますが、さあどうでしょうかこれ。お、いい感じですね。シールド中央部に重心の頭がシールドに寄っていきました。はい、というわけで今度は右アームで体、ボディですね。ボディと、カゴの間に、右アームをぶっ刺していきます。さあ、これはどうでしょうか。さあ、どうだ。お、いい感じ。これめちゃめちゃいい感じのつまみ寄せが決まりましたね。はい、というわけで、頭がシールドに乗ってチャンスタイムですね。というわけで、もう一度行きましょうか。もう一度同じように狙って、今度は右アームを脇ですね。脇に引っ掛けてつまみ寄せていくイメージです。はい。完全に首にシールドがかかりましたね。これはいいですね。はい、というわけで少し早いのですが一旦クルリンパしていきます。まあ理由は頭がそこそこ重たいのと、まあ足に引っ掛けてしまえばアームが抜けそうなので、さあどうでしょうか。あっと、さっと
クルリンパ自体は弱かったのですが、このカゴがジョージを支えていて、ちょっと取り出し口に落ちてきそうになっておりますね。というわけで、もう一度同じように狙っていきましょうか。もう一度下半身を狙ってクルリンパです。さあどうでしょうか。いかないですが、だいぶいい感じに傾いてきてますね。というわけで、もう一度狙っていきましょうか。もう一度お尻をクルリンパして最後決めていこうかなと思います。さあどうだ。はい、無事にクルリンパでゲットです。ちょっとここボディでギュンと押した時一瞬焦りましたが、まあ、パワーもそこそこあったので最後引き上げることができましたね。しっかり。そして徐々に重心をシールド内側に入れていったので、最後やっと決まりましたね。というわけで、こちら800円、まあまあ全然1000円以内なので好成績ですね。というわけで、お皿のジョージ2種ゲットです。チャンネル登録、高評価よろしくお願いします。はい、そして続いてはこちらの、何でしたかね、ガーフィーでしたかね、の猫ちゃんのぬいぐるみを狙っていこうかと思います。まず1点目は左アームですね。左アームを手とほっぺたが縫われているので、そこにぶっ刺して寄せてみました。ちょっと寄せる位置が悪かったのですが、引っ掛けて寄せるには問題なさそうな感じですね。はい、というわけで今度はタグを狙っていきます。さあどうでしょう。これは、はい、これタグじゃないですね、紙ラベルにぶっ刺さっております。さあどういった反応を見せてくれるでしょうか。お、いい感じですね。下半身をしっかりシールドに乗せることができましたと。はい、というわけで今度は奥アームと左アームで下半身を引っ張っていきましょうか。2本で引っ張って反動でそのままゲットを狙っていこうと思います。さあどうだ。残念、失敗ですね。倒れる方が悪かったですね。はい、というわけで一旦初期値にしていただきました。はい、というわけで一旦真ん中持っていきましょうか。真ん中を掴んで、あ、残念、右アームがシールドに刺さって失敗ですね。これよく私あるんですよね、シールドにアームが刺さるの。はい、というわけで今度は下半身を振っていきましょうか。左アームで足の根元ですね、足の根元を引っ掛けて、さあこれどうでしょうか。いけそうな気もするのですが、いい感じですね。タグに入っていたのでそのまま一気に寄せることができましたね。はい、というわけで続いては下半身を振っていこうかと思います。このまま下半身を振って横にしていこうかと思います。さあどうでしょうか。ぶっ刺しも弱かったですね。というわけでもう少し下を狙っていきましょうか。もう足の根元あたりを狙って、まずは足をシールドを内側に落とすイメージでいこうと思います。さあどうでしょうか。いいですね。とりあえず足がシールド内側に入ってきましたね。というわけでもう一度今度は下半身をつまみ寄せていきましょうか。左アームと奥アームの2本でつまみ寄せて、反動で取り出し口に寄せていこうかと思うんですが、どうでしょうか。狙いは良かったんですが、ちょっと倒れる方向が悪かったですね。というわけでもう一度いきましょうか。もう一度下半身を振って、このまま頭を支点に取り出し口に寄せていこうかと思います。さあどうでしょうか。残念で、これはダメでしたね。ちょっと失敗ですね。はい、というわけで今度は左アームで手ですね、手とほっぺたの間にぶっ刺して引っ掛けていこうと思います。さあこれどうでしょうか。まあ隙間自体は緩いので寄せるレベルかと思うのですが、まあこんなもんでしょうね。はい、というわけで続いてどうしましょうか。足に引っ掛けて下半身をグッと寄せて、頭を支点ですね、頭を支点に下半身をグッと寄せていきましょうか。というわけで左アームで上側の足ですねの間にアームを入れていきます。でこれで下半身をグッと頭を支点に振っていけたら、一気にはいけなかったですが足が内側に入ってきましたね。というわけでもう一度下半身狙っていきます。足の根元を狙って
下半身振り感じですね。さあこれはどうでしょうか。おいい感じですね。下半身がしっかり落ちてきました。で今回はちゃんと平行移動をお願いします。先ほどちょっとめんどくさかったのでそのまま行ったのですが、というわけでここはクーリンパで狙っていきます。どうでしょうか。はい、無事にクーリンパでゲットです。意外と重心が頭だったのですが、まあ、頭と下半身ですね、ほぼほぼ同じぐらいの重さですね。ボディが大きさが一緒なんで、なのですが足の分やはり右側に重心が寄っていましたね。お腹がつるんと入った瞬間そのままクルリンパ成功でしたね。はい、1300円、ちょっと成功ずりましたが、まあ全然自分の思っていた通りに攻略できたので問題ないかなと思います。それではこの辺でお別れの時間です。また次回の動画でお会いしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。